長あじゃなぎたまご11013ありがとうございます。時代や金銭や兄弟順の問題で進学しなかった場合もあるけど、中卒のひいばあさんが子供たち5人を高卒に育て、かっこ祖母たち兄弟、その高卒の祖母たち兄弟の子供は大卒専門卒短大卒高卒とバラバラで、かっこ私の母親世代、やはり先祖代々がっつり高学歴家庭には教育面で知識や教養で来てないものの、一応世代を追うごとにレベルアップしてるのではないかと思います。はい、わかります、わかります。で、僕の意見としては、まあ、志高い低学歴の方であれば、お金がないから進学できないからしょうがないけど、ちょっとそれは恥ずかしいし、自分の子供たちにも影響を与えるというふうに思っているのであれば、まあ、本を読むなどして、今図書館腐るほど本あるんですよ。そこで本を読むなどして自ら学びに行くと思うんですよ。ただここにコメントをくれるその僕の意見に否定的な方たちって、まず本を読んでないし、得てしてバカな人たちってプライドだけは一丁目高いんですよ。なので車の大きさにこだわったりとか、自分の子供とか自分のグレードは低いんですけど、なんだろう、子だくさんとか、なんか数で勝負してくる人たちが多い印象があって、だから孫が40代とかで産んだ時はめっちゃ自慢するじゃないですか。で、子供たくさん産むけど収入は、これも得てしてなんですけど、低いんですよ。で、元気で決められるぐらいなら暴れ回ってくれてた方がいいっていう、なんかそのプラス思考というか楽天家なんですよね。で、繊細じゃないんですよ。だから平気で人を怒鳴ったりするし、煽ったりするしっていう、で、自分が一番正しいと思ってるというか、その高卒なら18歳まで、高卒もピンキリありますよ。なんかそこまで の知識で子供を育てるんで、で、結構言うこと聞かないとすぐとなっちゃったりするようなイメージの人たちなんですよね、ここにコメントくれる方。だからその正当化するっていうか、あ、俺そう、やっぱ俺たちそうなのかなって思わないんですよ。あの精神論、感情論の人たちだと思うので、なんかね、すぐ無理になる、感情的だから。で、現世の人もいるんですよ。やっぱこのなんかこのなんていうか、本に読まないんですよ。本に書かれてることが真実だと思っちゃうタイプの話に沿ってきたんですけれど、本って基本的に週刊誌とか雑誌とか週刊誌じゃないんで、そっちは結構嘘とか書いてもいいっちゃ語弊があるけど、それ書籍とか新書とかには嘘とか基本的に書いていけないんですよ。週刊誌で結構あることないじゃないですか。そういうのを知らないと結構発言する人が、やっぱ本を読んでない人が多いんですよ。で、本ってその人の体験とか学んだこと、知識を
が載ってるんですごく勉強になるんですよ。だから大体これは多分俺にこういうこと言われてただムカついてるだけなんですよ。だからちゃんとだから俺何だったのかな。まあ、あ、そうそうそう、低学歴の人は子供に金にならないっていうのを教える。で、自分が勉強できないからスポーツしか教えることない。で、子供の、なんていうんですかね、プライドがあるから、あ、子供に対してちょっと舐められたくないから、ちょっと子供にマウント取れるようなことするっていうふうに書いたんですよね。喧嘩売られたと思っちゃうでしょ。まあ、親が大卒であった私はバカだったらあまり関係ないな。そうそうそう、だから大学なんか子育ての本とかも結構読むんですけど、あの犯罪者の親たちがどうだったかっていう、だその大学卒業するというか東大高学歴の学校出てなきゃ、その子供ブランド化してる親もそうだし、亀田さん兄弟の親みたいに押し付けて洗脳するっていう、あれはうまくいったパターンですけど、それに押しつぶされて、でも親には攻撃できないから他人に刃が向かっちゃうみたいなことも結構あるんですよ。だからこういうなんかその俺に言われたことでちょっとムカついてる人たちがちょっと犯罪者の親になりかねないっていうか、もともとみんな素質あるんで完璧な親なんていないし、特に犯罪を犯す人の親とか犯罪を犯す本人って高学歴ほど少ないんですよ。誰でも入れる公立の学校ってヤンキー多いじゃないですか。でも頭のいい私立高校、公立高校、まあ大学もそうだけど、やっぱりヤンキー多いんですよね、どう考えても割合で言うと。だ、自分たちはそうじゃねえって言いたいんでしょうけど、でも俺はそういう人たちにを煽ってるんで、逆にそういう偉そうな人とかそのチンピラみたいな人たちを煽るのが好きなんだけど、だってあの語彙力もめっちゃ少ないですもん。だから今僕も高卒ですけど、同じレベルの人たちと仕事するじゃないですか、どうしても高卒の。で、僕だけ読書家になっちゃって結構頭でっかちになっちゃって知識結構増えちゃってるんですよ。だから話すのも嫌なんですけど、何も知らないですよ、みんな。早く結婚することが命だったんで、みんな子供いるし、俺と同い年ぐらいだと中学校とか高校生の人とか子供がいる人とかいるんですけど、やっぱそっちの方で忙しいですもんね。で、高校、中学までは義務教育まではペットみたいなもんですよ、彼らの中から。そっからなんですよ。やっと40まで生きてきたのに、こっから。で、大体子供を作ったら子供を優先的にしなきゃいけないのに、特に男は自分もなんか楽しみてえってなっちゃうんですよ。だから結局ゴールデンウィークとか子供休みとかって自分も遊びたいから自分も酔っ払っちゃって子供の目離しちゃって楽しみたいってのもあるし、子供をママ友とかにも気づかなきゃいけないしってことで目離しちゃうんですよ。で、川に流されたりとか行方不明になったりとかするんですよ。で、子供に